茂木選手とのスパ含めても、はい、さあこのセカンドステージ第4節マッチ盤の中堅戦、ファブゲーミングからはリーダーサコチュンリー、ホーム魚群からは水波キャミーの登場です。さあ飛行、そしてラッシュとガンガン攻めていく、そして前に入っていく、投げ抜きを引っ張り出したな水波、開幕から崩していく、入れ替わった。お互いかなり殴り合いの様相を呈しているが、中足からスピニングバードキック、オーディーから陽子連携、おおあえて打っていった。なるほど、読みありますからね。結構最近だとこのジャンプ強 P ターゲットがこれやばいことになってますけど、まずいですね。これはどう耐えるか水波、サコがもうつばしに行く、そんなような状態。上からストライク、バックジャンプでの守りがサコはちょっと多いですね、今のところ。おお、ここはスパイラルアロー、そのままいってドライブゲージが戻ってきましたですね。こうなればまだ分からないですね。おわ、ただ投げる、いいところがインパクトは返せない状況、インパクトにはパリを返さなければいけない。うわー、ここは相打ち OK、ラッシュを止めた。まずはサコのチュンリー、チュンリーのジャンプ強パンから、普通にサイスプレージャンプすると、いわゆる無敵型ができる詐欺飛びになるんですが、ここ最近やっぱりちょっと1フレ数フレ体感で遅らせて様子を逆目前にするっていうのが強力で、おそらくそこに対してあえて打っていった、着地攻撃に対してもね勝てるということで無敵型打っていったんですけどっていう展開がありましたね。これは今後もありそうです。さあサコとしてはバーンアウトになってしまった。勝負ジャストパリ狙いでしたけど、水波が警戒してましたね、無敵技を。さあ水波引きつけ対空から持続スパイラルの置き攻め、そしてパーフェクト、流れるような連携、これぞ水波。やっぱりこの組み合わせで一番ポイントになってくるのはキャノンストライク、上から急降下する蹴りをいかにしてチュンリーが対処するか。ここまで水波はかなりいい踏み方をしていて、サコの地上牽制の空振りを捉えたり、ガンサイトもそんなに不利にならない距離から打ったりということで、うまく噛み合わせている。特に2ラウンド目はそれが相当噛み合いましたよね、ゆえのパーフェクト。今度はお互い SA3 本。さあしかも今日から大きい攻め、続中盤上踏み込んでいるが、また水波がターンを取っている。さっきのストライカーかなり効いてるが、ただジャストパリ中からコンボ8周パンチ確定するフレーム、ただ入れ替わった。これは大きい、翌日カウンターはしていなかった、コンボになっていない。さあ水波としては飛び道具を抜ける手段も多くある。さあどう攻めるかサコ、まずはドライブダッシュから、いやー、ここは噛み合わせる水波、最後は SS3 デルタレット当たると、サコも上を警戒していたか強肩を振っていたが、水波が差し返し捉えた。まずは1本目。なるほど、サコとしてはちょっと体力状況的にちょっと一つ噛み合わせて、チュンリーの立ち強キックっていうのは立ち応対にしか当たらないんですけど、当たった時のねリターンが本当特大、もうとにかく減る技。ホーム側の魚群が取り返せばカウントは10対10のポイントケースになります。さあセットカウントリードは画面の右手、ホーム側魚群の水波、追いかけるのは画面の左手ファブゲーミングサコチュンリー。まずは飛行剣抜けてきた。結構大きい読み合い通しましたね、いきなりアクセルスピンナックル、そしてしゃがみっぱ、こちらも対策。さあ持続セットプレイ、ラッシュから仕掛けていく、読み合いを制したから、うわーダブルアップドライブインパクト、いやらしいですね。ちょっとこう一周回ってきてる感じしますね。お互いこう連打全部上がってきた中で、逆に初期から使われてるコンボを途中で止めて画面下のインパクト、あれガードさしても壁にね押し付けられちゃうので、大会だとね、特に本番だと、いやー流麗な舞がサコを襲っている。水波のこのキャミーパリうまく踏んでいる。さあまた端に来た、さっきの状態が匂う。ジャック今日まで繋いだ、さらに入れ替えコンボ高いですね。さあ投げ抜きを狙うようなストライクだったが、勝負決めに行く動きでしたね、ただよくサコを読み勝ちました。ここからチャンスをつかめるか、陽子連携コンボからあばれ読み勝った。さあジャンプ取り、これは中華確定からドライブゲージを削る判断ですが、この後ファイト、ガードされても追突 OD100 列でとりあえずバーンアウトに行くと、しかも OD100 列がただ技なんで、結果としてそのバーンアウトのガード攻撃増加を使えるんですよね、単発じゃないから。うまい、非常に賢い今の OD100 列だった。さあ水波に対してカウントを取り返せるか、パリーを投げて大きなダメージをゲットからカウンター抑制、外側からうまいバックジャンプの空対空を狙った。さあどんどんサコの強烈な矛が水波を襲っている。攻めには攻めで返すか、このバウンド勝負にいったわけですが、相当厳しくなった。さあ削りも見えてくる。水葉は苦しい状況。ただ C をやる。これは迫としては逆にバーンアウトが可能性として入ってしまう。しかし SA ゲージは2本ある。どう立ち回るか。さあこのチュンリー持続。バーンアウトが目の前だ。上落とす。パリーも使えない状況。読み合い。水葉が画面足を襲いかかってくる。入れ替えた。勝負の前ジャンプ通したのはマブの迫。これで1-1。水葉としてもこの立ち強キックで頼むバーンアウトっていう感じだったんですけど、いいジャンプですね。結構そのラッシュをちょっとしづらい状況でしたか。ラッシュ強パンチとかで触ってバーンアウトっていうのは無敵技をかなり回されてそうな展開でしたもんね。さあ後ろゲー入れ替わった。投げ攻めを展開していたが読み上がっていくのは水葉。投げ抜けじゃないですね、今のはもう完全に投げ暴れですね。おたら投げに対しては空中の百裂脚、大きなリターンになる。ほら打撃卓しっかりカウンター確認して8Kからつないでいくから転生コンボ。相当刻み読み勝ってますね今。そうですね、2試合目以降はよう差し返したから入れ替えて持続。危ない状態がやってきている。先ほどはインパクトがあった。何が来るか。この画面足何でもありだ。インパクト見てる可能性があるなこれ。そうですね、逆にここが勝負どころ。さあ中段リバース力のいやスパイクでマッチポイント。ビクトリーの V が描かれましたね。そうですね、からカウンターまたしても金石距離を取って通常ストライク。上から襲いかかる。ここまで2回あったジャストパリーに対して投げていくのは水葉。落とせないんで対空ジャスパ狙いに対して水葉がただ若干投げをかぶせているっていう状況ですね。ただ迫としても粘る。いやー読みに対して SAU シママックス見えていた。デルタレット当たると水葉が迫に対して大きく読み勝つ一戦中堅戦。ホーム側の魚群水葉素晴らしいゲームメイクでした。いやなんか水葉らしい試合展開でしたね。要所の大きい劇のところでかなり強気な選択肢をこうしっかり打っていくっていう。最後の OD フーリガンリバースエッジからの OD スパイクとかも